はい、皆さんこんにちはちでございますさあ軽井沢遊覧のやっていきましょうこれよくできてんねこれ私が作ってる側だったら絶対あのショーの頭にロードし直してもちろん全部やり直しになってるんですけどあのえでも鍵持ってた私持ってないよねまあまあさっきせっかくここまで来たんだからえー、っとねーうん えー、そうだ、あ、だって入ってたもんね、私。うん。えー、まあいいや。えっ、ー、とね、じゃあね、えー、戻りましょう。えー、っとね、この後ろの部屋だね。あの、パニックになってきちゃった。で、左の部屋はいけないんだよね。あ右の部屋しか行けなくて。 うん、だって開いてないもんね。で、まずね、えっ、ー、と、調べるんで、ここですね。この棚を調べると、あ、もうここには何あ、もうここには。うーん。えっ、ー、とね、この一帯を。あ、もう取ってる葉っぱ持ってたよね。今、小田さんとかで見せてたから。 ということは私ちゃんと鍵も取ってるということでいいよね。逆にパニックになっちゃった。<laughs> はあ、まあ一応ねやってみましょう。多分これゲームだからね、一度ここに飽きてることは記憶ないと思うんで、だからなんかね、また同じリアクションすると思うんですよ。あここね。あれ攻略ページ。 あらら <laughs> 攻略ージさんちょっとあれかな開かないんですけどあらあららららら,らここ開かないよねあれどこまで巻き戻ってんのかわかんないね クページさんだったらね、ここだよって、この下の下段だよってあったんですけど、もう私覚えてないや。あここか。嫌に硬いわね、と。あで、押すのか。はい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 。あ、そっか。あ、ほんで、私も会員名簿取ってんだ。ああ、そうか。 あーということは私やっぱり鍵持ってんだね。鍵は取ってるんだよね。あーそうか。で、じゃあ入りましょうと。あ中に入るだね。で、隠し部屋だわ。えー、で、え南行くとあこれまた開けないといけないの あ、ちゃんと覚えてるわ。あ中に入って、北に行くと、これか。で、えーっと、調べてみましょうね。もう葉っぱ持ってるんで、ここで葉っぱがまず入るんですよね。葉っぱがいっぱい入ってるわ。で、あー、ここは一緒か。でもう一個隣ね。 いやもうね、制度があんまり信用できないんで、やっぱ持ってんね。今相手がいないんで自分の持ち物あ、持ち物見れたっけまあいいや。ここね。あ、もうここにはちょっと、っあ、でもこのもうここにはあんまり当てにならないかもわかんないね。えー、調べる。あー、持ち物、あ、そうか。モードが違うんだ。持ち物見れないんだ。 いやもうね、今ね、攻略と同時に進んでるんで、攻略見ながら進んでるんで、まあいいですわ。はい。え、壁が開いたよね。あー。あーあ,あ合ってるね。合ってるわ。ごめんなさい。 中に入りましょうでえー、っとあのやり方ですね。鍛えてあのやっぱり攻略見たらねもうここしかないみたいです。大したもんがないみたいなのででここで場所移動したらこうなるでしょうでここはえああうん。 え <laughs> ちょっと待ってこれ <laughs>。ちょっと待って。あ、はあ。じゃあ入っても仕方がないんですよねこれも。私終わってるんで。額縁見てちょっと私も忘れてるんですけども。額縁見てあここで調べれるんだ。この書類を持ってるようなので。はあー。3タバコが増えたね。 書類は額縁で取ったみたいです。うん。ああちょっとね、今この後ね、岬の、あの、湖畔に行けるんですよ、湖畔の。うん。でも、こんなとこから行けないでしょ。うん。で、これまた戻らないといけないんで、 おーちょっと待ってねまさかこれを西に行ったらで北に行ったらで北に行ったらあーこれかグフッかここ入っちゃダメなんだあーでその他でオス叩くさっきこれでアウトだったんだね <laughs> そうか、あそこで入っちゃダメなのだ。うん。さっきは押しまくってたらアウトになったんだよね。たまたまなのかなコマンドある程度弾いた。やったら言われるのかなあー周りを見てもとても無るそうなのもういやどうしようと。推理。あ、これやらないといけないのかなあー <laughs> 肋骨ったみたいにグーッとでゲームオーバーで地下室のシーンからやり直せるんで、でも私、タバコ持ってるはずなんですよ。ああ、こうなのか。えー、はい。ちゃんと覚えてますもんね。調べ最後に調べたところ。ああ、で、中に入ると、で、ここで持ち物調べましょう。えー、ここも天気出んの移動しましょう。 うわあ、めんどくさ、えー。非常にめんどくさい。うーんで、ここも調べようとするとうわー非常にめんどくさいですね。うーん。えー、あ、そうだ、電気もついてるしね。これ、よくよく考えたら。はじめ、あそこ電気ついてなかったもんね。でね、で、2階に上るでしょ もうちょっとね、あそこ入れそうなんだけど、うん。で、えー、これで降りたでしょで。こっから入れるっていうのが、うん、入れるような気がするあ、あ、そこ移動しないといけないんだ。これね、こっからなんですよ、多分。こっから入らないとあそこに入れないんで、ただ、私、鍵持ってるよね。え鍵持ってるよね。 おうごめんなさいね。ここに鍵あるんですよね。ちょっと待ってくださいね。うん。ここに鍵があるはずなんですよ。この隙間に。おうん。もうだから取ってからないんですよね。でも私、鍵持ってないんですよね。ねえ。もうここにはって、やっぱもうここにはって言われたらないってことなのかな。おうん。でね。 ヒントを見るとあそうだごめんなさいもうちょっとえー、っとねあやっぱそうだね洞窟入ってあっえー、はああ違うわ。 そうなってんのかこれはちょっと私じゃ無理だわ。ああ。ごめんなさい。いや、この攻略ページさんね、マップを載せてくれてるんですよ。ああ。で、そのマップもね、あの、なんていうの、普通にマッピングして作れるようなマップではなくて、すごい精密というかね、あの情報でいうとめちゃくちゃ精密に作ってくれてるんで。 あの右行ったらこう、左行ったらこうっていう単純なものではなくて、あのー、ああ、はいはい、はい、よいしょ、うん。あのー、チャートみたいな、フローチャートみたいな書き方してくれてるんで、ちょっと私ね、パッと見てね、わ分からなかったんですけど、よくよく見たら、うん。なので、これね、えーっと、まず、うん。 これで、これ調べて、あいや押さないといけないのか。ちゃんと覚えてんだね。すごいね、これ。場所ね。うん。で、中入るでしょで、えー、っと、あら違うね、これ。移動で、右はいけないもんね。うん。じゃあ、やっぱりここ入って、 あ、これ地下室だねであ違う 7, 7で中に入ってで洞窟でね東に行くようですで東に行ってで南に行けんのおおんか違う形になったほー、でこっちに行って西ねでさらに 西に行くとおーすごいこんなの私分かんないわわ湖のあたりに来ちゃったよと辺り見てみましょう湖の向こうに地蔵ヶ原が見えるよあ地蔵ヶ原はちなみにここです車置いたとこはねここになりますのではあすごいなあでえー、っと 話しかけるって人いないよね。もう辺り見て。他におかしなものはないが調べましょうか。木。はい調べたけど別になんともないよ。もう一回調べましょうね。どこに変わったものはないよ。草むら。草むらに隠れて大きな穴が開いてるよ。洞窟からはこの穴。洞窟からはこの穴から出てきたんだもんね。あ、そういうことね。だから中に入るにするとまた洞窟。 入っちゃうっていう感じかな。持ち物、タバコ見た感じ、少なくてもお店で売ってるようなタバコじゃないわと。推理。ああ、別荘から入れる気がするね。そうだね。私もそんな気がします。ねえ。そうだねそうだねえ。えー。その他。 押す、木、何も起きないよと。押すああ。この押すコマンドは非常に重要ですね。あたりを見ましょう。おおおおこんな感じのところよと。こんな感じのところで画面切り替わってますけどね。あたり見ましょう。あんなところにおじいさんがいる。あそうだ、鳥居があるっ言ってましたね。話しかけましょう。ちょっといいかなと。 え、親、あんた方、よくここに来れたね。いやあ、あなたここで暮らしてんのえー、尋ねましょう。なぎさのこと。なぎさってこう知らないと。あんたら神様を信じるかなと。ああ、話が一歩通行です。ねえ。えー、もう一度聞いてみましょう。もっとお金わからないのかなと。わしももう随分長いなここに住んでいるものだと。おぉもも。あ、問題のベストのこと。あそこの大きなベストのことを話してほしいなと。 さあな、あのー、明日は晴れるかなボケてんだ。ああ、わしはもうずいぶん長いとこに住んで、ああ、うん、調べましょう。えー、老人。老人って伸ばしてるのがいいですね。老人じゃなくて老人っていうのがね。あそうだ、老人ってうと、老人パック、老人、老人バッグ。<laughs> そうだ。これもマニアックになるんですけど、あの、老人バッグって、えー、っと、あれなんですよ。あのー、 野球のね、ピッチャーが滑り止めで使うあの白い粉、服ね、あの、投げ、マウンド上で投げたりしたら白い粉がわって、今、今、今の、あんのかな、わかんないですけど、昔はね、そ,のそれを老人、老人、老人って言ってたんですよ。で、まあ、これ本当にね、まあ、私らの年代だったらわかる方、ちらちらいると思うんですけど、えっと、ジャンプの、週刊少年ジャンプの3年記念組だっけ、ハイスクールじゃなかったと思うんですけど、あの、老人パックってネタが出てくるんですよね、あの、老人の旅行っていう <laughs>。 <laughs> そっちは老人パックなんですけどね。まあまあ、野球だからあれかな中学校のう運動会っていうか、野球大会みたいなのがあったのかなあの、うん、運動会さんが出てきましたからね。確か、私の記憶じゃ。うん。はい、えー、そんな感じのことがありましたと。えー、だから老人って伸ばされるとね。うん。おかしなものは乗ってないよ。あ、これは尋ねるだ。鳥。 あさみちゃん鳥を調べてみようよお。こんなの調べるの。ほら、やっぱりおかしなところはないよと。いや、2回調べて。うん、老人ももう1回調べよう変わんないね。ああ、これ持ち物か。えー、見せましょうか、じゃあ。ライター。そんなことよりここでわしと一緒にひなたぼっこをせんかなと。あ、ひなたぽっこって書いてますね。え、ひなたぼっ、法は濁音じゃなかったかな。 ハンダコンじゃなかったような気がするんですけどね。日向ぼっこって言ったような気がするんですけど。まあ、あそんなことどうでもいいか。ボルト。このボルトを見てほしいんだけど、そんなことで、は日向ぼっ、ひぼっこ言われてますね。これも全部日向ぼっこか。<laughs> このおじいさん役立つのおお、それはタヌキの葉っぱじゃない。ああ、タヌキがバかす葉っぱか。で、書類。そんなことで、あこのおじいさんじゃダメだね。中に入れんの 中に何かどうやって入るのと。推理は変わんないでしょう。やっぱり別荘をね、抱き寄せましょう。ああ、じいさん抱き寄せてんじゃないんか。で、オス叩く。老人。えい、ー、ポッカポッカポッカこれやめなさい。痛い痛い、あははってうれしそうですね。えー、じゃあ次は鳥を叩きましょう。あ、し、締め上げましょうか。あ、モードチェンジしちゃった。音 <laughs> 消しちゃったね。 えーっと、はい、えー、で、締め上げましょう。でも、いきなり締め上げるのはあまりもうん、私もそう思いますわ。ただもうゲーム上ね、ゲーム上、あー、困ったというところでいい時間になっちゃいました。じゃこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。